ということで、久しぶりの鉄のヘジコロということで、久しぶりのですね、ツイッターで、リスナーの、ね、方から、質問をですね募集して、それを返していくというシンプルなコーナーでございます。で、今回はですね、なんと578件のですね、質問をいただきました。ありがとうございました。ぜひね、まだツイッターを登録してないという方はぜひね、私のツイッターをですね登録していただけたら嬉しいです。ということで、じゃあね、早速一つ目の質問からいきましょう。一つ目の質問はこの方から、今までに何人の人と付き合ったことありますか。いや、こういう質問ね、いつもいただくんですよね。童貞ですかとか、今まで何人と付き合ったことがあるかとか、言ってくる人いるんですけど、私が付き合った人数は1人でございます。これ正直なところ、前のね、結構前の動画でも話したと思うんですけども、一人です。中学3年生の時に、一人でございます。その子はね、付き合ってたんですけども、ほとんどメールでしかですねお話をですねしたことがありません。はい。そしてね、デートとかもなく、最後にはですね、受験の前だから、受験があるからですね、一回別れようって言ってですね、別れたんですよ。好きだけど、別れようと。でもね、次の日ですね、ちょっとね、気持ち悪いなと思って保健室に行ったら、他の男とイチャついておりました。はい。その時から決めました、私はね。女性の方は、もう信じないと。はい。もうちょっとそっからひねくれちゃって、僕ね、その時から、ちょうど同じぐらいの時期から、コールオブデューティー始めたんですけども、その時からね、もうずーっとコールオブデューティーというか、ゲームというか、女性とはですね、あんまり、なんか疎遠な感じのですね人生を送ってきました。女の子の友達はいるんだけども、もうそういう感じはもう全くなし、もう恋愛感情とか全く湧かなくなりました。はい。そういうひねくれた過去がですねあるので、あと気づいたんですよね、付き合うとかいうよりも友達でいた方が絶対楽しいってね。あと男友達と言っても楽しいし、あとね、ちょうどね、今ね、YouTube と仕事とね、忙しいっていうのもあって、そういう感じもなくなっております。今はですね、だから欲しくないっていう感じですね。YouTube が恋人って感じです。続いての質問です。スナイパー上手くなりたいんですが、なんかコツとかありませんか。こうすることで上手くなります。はい。ボドカ一貸しだぞ。はい、続いての質問です。はい。ボドカのモノマネしてお任せ。どうも皆さん、こんにちは。今回は、スナイパーを使って、レジスタンスで、戦っていく。はい、こんにちは、どうも、ボドカです。今回は、スナイパーを使って、チーデスマッチやっていきたいと思います。ここのレジスタンスはね、よくモダンソリでやってたんですけども、今度、噴水ね、外して、つけるー、死ねえよ、お前。俺の家の滝で溺死しろや、こら。味方どこ見てんの。新兵だからと、お前、どこ行くんだ、お前、ちゃんと前見ろよ、お前、目ついてんのか、お前、どこ見てんねん、お前、死ねえよ、お前、殺すぞ、お前、両目持って眼科行け、ポップテ、ピピック、声真似5連発、お任せください。シャツ田中です。今回は、サンポールを使って、トイレをきれいにしていきたいと思います。おい、勝又、サンポール持ってこいよ、サンポール、松井秀喜です。松井秀喜です。はい、どうも、バーチャル YouTuber のめぐみチャンネルです。今回は FG を使ってチームデスマッチやっていきたいと思います。やめて、ジェット大輔さん、やめて、私は二次元の女だから、ジェット大輔さん、やめて、はい、続いての質問、ジャンヌの真似してください。いや、得意中の得意だわ。はい、どうも、ジャンヌダルクです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 。わーファミリーダル。はい、続いての質問、好きな DJ 教えてっていうことなんですけども、私はね、マシュマロっていう人がですね、すごい好きです。
はい、あとね、今年の1月1日のカウントダウンライブみたいなので、ディアブロっていうですね DJ 見に行ったんですけども、めっちゃ良かったです。はい、まあ、結構でもそんな僕 DJ 知らないんで、もっとねあのおすすめの DJ がいたらぜひ教えてください。続いての質問です。好きな飲み物は何ですか？1ダース送りつけてやる。いやこれ絶対送ってくれるやつだ。これ絶対ね、多分レッド少佐ね、あのこの前ねあの日本刀と、あのライオットシールドをですね送ってくれた方なんですけども、好きな飲み物がいいんですか？そんな甘えちゃって悪い、そんな甘えちゃって悪いよ。あの午後の紅茶の浅いヨーグルト味。いやそんな悪い悪い、そんな悪いよ。送ってもらっちゃ、いや悪い悪い、いや悪い悪い悪い。続いての質問です。4月でバイト先潰れるんですけど、おすすめのバイトありますか？あとフルタネを言え。ですね、おすすめのバイトか、おすすめのバイト、おすすめのバイトとか、俺あんまバイトしたことないからな。僕が一番面白かったバイトは、きついけど面白かったバイトは山小屋のバイトです。はい、人生で初めてヘリコプターとか乗れたんで、めちゃくちゃ面白かったですね。それは朝早く起きなきゃいけないんですよね。はい、っていう感じで、まあ刺激があるバイトをですね、その大学生のうちに楽しめたらいいんじゃないですかね。あ、でもあとね、ライブとかね、その音楽系が好きだったら、ライブの仕事とかね、ライブの裏方みたいな、確かに俺の友達がやってて、結構ね、その有名人のねバンドの人とかと結構会えてたから、そういうのもいいんじゃないですかね。社会に出たらね、もうね、いろんなことねできなくなっちゃうからね、大学生のうちにいろんなね、バイトならいろいろね、まあ、無責任にって言ったらあれだけど、まあね、そんな責任を持ってねするわけではないので、そこまでね、だからいろいろやればいいんじゃないでしょうか。はい、次の質問。この俺こそが全てのザ・オリジンであり、トップだと思う。はぁ、よし。はい、続いての質問はですね、たまやっていうですね、僕が今ですねやってるファンクラブの方からの質問です。たまやができる前と、できた後で何か変化ありましたか？それとたまやでこれからやってみたいこととかありますか？たまやで心がけていることとか気をつけていること、またたまやメンバーに気をつけてほしい、やってほしいなどはありますか？いや、いっぱいだな、いっぱいなんだけども、たまやがね、そうだ、ファンクラブをですね、作ってから、やっぱね、いいスイッチが入りましたね、YouTube に対して。あとね、ファンとの距離がね、かなり近くなって、ファンからのアドバイスとかもね、もらって、結構それを動画に反映させたりしてます。はい。これからね、たまやではですね、一緒にゲームやったりですね、あとオフ会ですね。オフ会とかやってほしい、やりたいと思います。はい、質問その2、これもね、たまやのね、人からなんだけども、はやとく。質問、玉さすり隊の玉さすりの由来なんですか？ああ、これはね、クレヨンしんちゃんの、これもまたクレヨンしんちゃんなんだけども、紅さそり隊っていうのがあって、埼玉、紅さそり隊っていうですね、その、アニメの中で登場する女子高生3人組の、そのヤンキーみたいなやつらのグループ名があるんだけど、それから取りました。はい。玉尾の玉さすり隊ってことで。それだけ。質問まだ大丈夫ですか？好きな食べ物、嫌いな食べ物、アレルギーとか知りたいです。ああ、これ結構いいですね。好きな食べ物はですね、サーティワンアイスクリームのポッピングシャワーですかね。いやですかね。いやなんだろうな。海鮮の、いや、寿司かな。やっぱ寿司。寿司。ちょっといろいろ好きな食べ物ありすぎてな。寿司。はい。嫌いな食べ物、蕎麦。アレルギー、蕎麦。はい、蕎麦アレルギーなんで、次食べたらアナフィラキシーショックで死んでしまいますね。そして、最後の質問です。こちらも、玉屋のですね、鶏さんからの、質問なんですけども、玉尾さんの中で、懺悔ちゃんは、ありですか？なしですか？ということなんですけどもね、もうこういうコメントが来すぎよ。一緒にね、生放送とかやってたり、あとね、その玉さすり隊で動画出したりすると、こういうコメントが来てね、正直言うと鬱陶しいぐらい来てる。いや、期待してるのか、それともちょっと嫉妬してるのか分かんないんですけども、なしに決まってんだろ、なしに決まってんだろ。正直ですね、
なんて言うんだろう、僕の中でその女友達からの恋愛っていうのは本当にゼロなんですよ。その中学校の時の体験からかわかんないんですけども、友達からの恋愛も一切ゼロですね。はい、あとそうですね、まああと身内ですね。同じクランでそういう感情湧いてたらもう続かないでしょう、その組織としてというか、そのグループとしてね。これから僕ね、玉砂水大で YouTube 頑張っていきたいなって思ってるのに、そういうね、そのなんて言うんだろう、そういうなんかよくわかんない感情があったら、その組織が壊れちゃうし、あとただ単純にね、これもあるかもしれない、残念ちゃんが普通にないないですね、女性としてないなしっていうのもありますね。まあでもとりあえず身内からっていうのはないですね。その家族に近いかって言われたら違うんですけど、家族と、友達の間ぐらいですかね。そんぐらいの、まあ友達ですね、そんぐらい距離感なんてないです、僕の中でね。もうね、ちょっとそういう本当にそういうコメントばっかになっちゃうね、生放送が。この動画ね、こういうですね、そういうコメントはもうやめてほしいです。はい、多分みんなもね、分かってコメントしてると思うんだよ。何にも考えずにコメントしてるんだけども、こっちのね、見ているこっちは結構ね、あんまりいい気がしないんで、まあね、見ている人も気持ちよく、やってる人も気持ちよくっていうですね、動画やね、生放送目指してるんで、はい、ぜひね、この動画で、ぜひ、終わりにしていただけたらなって思います。まあ、あとね、僕ね、同じその、YouTuber というか、同業者も無理なんですよね。はい、なんて言うんだろう、なんか無理なんですよね。その仕事場の人とかも無理だし、なんかちょっとその仲いいというか、ちょっと若干身内に近い人はちょっとなーってなっちゃうんですよね。なんかね、いつもね、最悪のことを想定しちゃうんだよね。もしなんかあったらどうしようっていうのがもう一番先に来ちゃって、まあそういう感情も湧かなくなるというか、はい、まああんまりですね、すごいリスクをですね、犯したくない人なんで、はい、っていう感じで、ちょっと話が長くなってしまったんですけども、まあこれからはですね、まあ温かい目で見ていただけたら、懺悔ちゃんはね、皆さんの懺悔ちゃんなんで、はい、もう私のね、懺悔ちゃんじゃないんで、もうもうどんどんね、動画見ていただけたら嬉しいです。はい、ということでね、まあ今回の質問コーナー終わったんですけども、話は変わるんですけどね、先日私ね、荒野行動に1万円課金してしまいました。はい、はい、ということで、次回、生放送で、荒野行動をやるので、はい、ぜひお楽しみにしていてください。スカちゃんの人とやりたいと思います。ちなみに、スマホ版 PUBG、PUBG で荒野行動やっていきたいと思うんで、はい。まあ、下手なんですけども、皆さんね、温かい目で見ていただけたら嬉しいです。はい、いつもね、荒野行動やるとね、なんかすごいな、コメント荒れるんだよな、すごい、ご指摘をいただくので、はい、そこら辺はちょっと温かい目で見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、今回の動画はここら辺で終了です。また次回の質問コーナーでお会いします。See you! できた！よし！